真っ赤に燃えた太陽だから、真夏の海は恋の季節なの。渚を走る二人の髪に切なくなびく甘い潮風よ。激しい愛に焼けた素肌は燃える心。恋のときめき忘れず残すため、真っ赤に燃えた太陽だから、真夏の海は恋の季節なの。いつかは沈む太陽だから、涙に濡れた恋の季節なの。渚に消えた二人の恋に砕ける波が白く目にしみる。口づけ交わし、とは大きかった愛の孤独。海に流して激しく身を任す。いつかは沈む太陽だから、涙に濡れた恋の季節なの。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 Once more。今夜真っ赤な太陽ね。真っ赤に燃えた太陽だから、真夏の海は恋の季節なの。渚を走る二人の髪に切なくなびく甘い潮風よ。激しい愛に焼けた素肌は燃える心。恋のときめき忘れず残すため、真っ赤に燃えた太陽だから、真夏の海は恋の季節なの。いつかは沈む太陽だから、涙に濡れた恋の季節なの。渚に消えた二人の恋に砕ける波が白く目にしみる。口づけ交わし、とは大きかった愛の孤独。海に流して激しく身を任す。いつかは沈む太陽だから、涙に濡れた恋の季節なの。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 はい、こんばんは。今夜はね。真っ赤な太陽歌いましたね。ブルーコメツのやつね。はい。さて、今日もね、YouTube ライブありましょうね。明日はキャンプ、普通のキャンプ場に行こうと思いますね。だから帰ってきたね。奥様はやめてね。うん。よし、今日も YouTube でライブ配信したいと思います。明日早いとキャンプ行くからな。いつも通り朝出て、始発乗って、街に行って、そっから、キャンプだから大丈夫、帰ってきてもね。この生存確認。2021年6月の4日、金曜深夜。4日、金曜深夜にね。上を向いて
歩こう、涙がこぼれないように、思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう、滲んだ星を数えて、思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように、泣きながら歩く、一人ぼっちの夜、思い出す秋の日、一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように、泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。はい、こんばんは。今夜はね、上を向いて歩こうを歌いました。2021年6月の4日金曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。仕事じゃ休みよ。休みなんで。今週はね、以前はちょっとキャンプ、奥多摩って言ってましたがね、やっぱキャンプに決めたんで帰ってきた、今週はね。キャンプ土日に、ヨガが土日にキャンプに行こうとに、まあキャンプ場ね。だからね、帰ってきた。奥多摩だったらね、まあ行けたけどね、こんばんはね。ブルーさんどうもね、ゲストさんどうも、ヘイさんどうも、ごはんさんどうもね。分かった、土曜は仕事じゃないからね。で、帰ってきたら、奥多摩だったらね、巻き上げるけどさ、キャンプに決めたでしょ、天候的に山はね、やめておいた、今回。それで、普通のキャンプ場に、まあ、いつものキャンプ場ね、まあ、行こうと決めたんで、今日帰ってきた、こんばんはね。じゃあ、今日もね、あれ、今日はステーキだ、ステーキ。今日ステーキ焼こうかな。ステーキ焼いて食いたいと思います。それ焼いてくんね。ステーキ。フォーナインのクリアレモンで、じゃあフォーナインのクリアレモン、こちらを飲もうかな。
こちらで。あ、どうも、城山さん、どうもね。生揚げ焼いてるよ、今ね。生揚げの失礼。生揚げのステーキだ。生揚げのステーキ。これね、塩コショウで。塩コショウで、ね、相模屋ですね。塩コショウでソテーした後に、彩りよく青のり振ってね。青のり、青さか、これね。さらっと。これで。彩りがいいよね。青のりかけてこんな感じで。あ、ティケンさん、サバカンさんだもんね。言いますよ。ソテーすることステーキだからね。うん。今日は生揚げステーキです。彩りがいいね。相模湾です。ねえ、やっぱこれ、フォーナイン、クリアでも。うまいよ。今日も野菜、いつも通り。あ、キャンプ。明日はね、キャンプに行くからね。奥多摩じゃやめてね、キャンプ。キャンプ場で。あ、乾杯。ないよ。今日買い物しなかった。そのまままっすぐ駅から歩いてきた。キャンプ行くからさ。そうしないよ、うん、まあ明日は DD タープの44でね、テルスバギやろうかな。今週末からもう今日ね、梅雨に最後かもしんないね。来週多分梅雨になっちゃうからできないと思うんだ。天気見るとね、奥多摩の方がちょっと天気悪いんだよね。うん、ランさんの方がちょっと多少はいいんですよね。多少。うん、
それもあって。天気予報を見るとね、多少、そうなんだ。降水確率もね、奥多摩のが60ぐらいいってんだよね。それでやめた。ランさんの多少いいんですよね、あれ、多少ね、天気見ると。だ、それで。うまいよね、サバね。どうもね、椿さん、どうも。土日ね、キャンプ見てくるよ。キャンプ場、ランさんのいつものところ。あそこってまた DD タブ。最近は DD タブばっかりだけど、なんかあれ使っちゃうと気に入っちゃってね。今までほんと DD タープはさ、33でも7000度ぐらいでしょ？ね。44でも1万ぐらいだけどね、結構高いんだよね。僕らや持ってるような安い点数から比べてね。ないか。あれ、皮がね、立てるとパリッとして美味しいんでしょ、これ。焦げ目つけるように焼くとさ、パリッとして歯ごたえがいいんですよ、これ。青のりをかけて。レンタカーだってダメだ、無理だねって、すげえ高くつくレンタカー使ったら。大変だよ、お金。レンタカーだったら。半日借りても4、5000だもんな、レンタカー。キャンプだって1、2時以上かけなきゃいけないもん。大変だ。レンタカーでアウトドア大変だよね。そうだ。アウトドアに車持つの、自分の車持ちじゃないと高くて大変だ。そうだね。そのままよ、今日はね。今日は包丁も切なかった。焼いてる時にね、フライパンの上で塩コショウかけて。山さん、どうもね。サバカワさん、無視してないで大丈夫よ。塩ない、生揚げだけでしょうね。運転免許は身分証明書だからね、僕のはね。まだ別に僕はこれでいいです。明日は7時ごろ町田出る。町田7時出発。のんびり今日帰ってこれたらね、だから。山だったらね、5時に30分ごろ出るからね、帰ってこないけどね。そんなことか、DD タープか。でも、一回た買ってみていいんで、DD タープね。前から気がずっとね、でも勇気を持って。買ってよかった、DD タープ。更新も警察署でできるんだから、更新も警察署。ね。
生が美味しくいただきました。いつも定期始まってね、今日はね、8時ぐらいかな、早かったかな。まあ、だから洗濯したりとかいろいろ準備して帰ってきたわけね。半袖あるけど別に長袖でもいいからね、着ないな、ほとんど。だからキャンプだったら帰ってくるの入ってこれるからさ、日曜入って帰る、知る、キャンプ場だからさ、普通のさ、お金払う。通常、キャンプ場はさ、大体10時から10時だからさ、午前10時から入って、翌朝10時上がる感じなんで、午前中のうち電車で乗って帰ってこれるからさ、寄り道しなければ。白だからしょうがないんだよね。だんだん洗っててもさ、だんだんね、汚れてこびりついちゃうからね。柔軟、あれ、洗剤とか使わない、洗剤しか使わないんで、漂白剤使わないからなおさらだよな。漂白剤使うとさ、白くなる、なるにしてもさ、あれ、布地痛まる、痛むから使いたくないんだもん。だから洗剤だけでなるべくね。漂白剤は布地痛んじゃうからさ、もったいないんで。しか使わないから、洗濯機もそんなに綺麗にならないわけね。油なんか焼くときはそのまんまよ。油煮るときはするに、煮るときはね、煮物はね。分かった、ええじゃん。そうってやつ、それちょうどいいわけ。その油は、だから油しかなくてもいいよ。炒めるときはそのまんまね。定期的に洗ってるよ。焼くときはそのまんま。煮るときには湯通しして油抜きね。かわいい子。赤はみんな可愛いよね、女の子は。年取ると辛くなっちゃうんだよね、女の子はさ。しょうがないよな。女の子は可愛いね、若い子はな。みんなそうだよ。でも、もうすぐでありがとう。そういうのに回ってくると、じゃあ、そういう類ね。あ、いや、大丈夫よ。今日遅いしね。あいつキャンプだからさ。今日買い物しなかった。ああ、楽しみだ。あ、だから明日は昼間、お二目じゃないからね。ライブ配信あると思うんでね。できると場所にもよるからな、キャンプ場で。電波入らなかったらね、ローカルぞって。山さん、ありがとうね。はあ、いい感じだ。生存確認の一環、こうやって。ほんと一人だもんね、僕。まあでも45まで生きてこれだから幸せだ、僕は。両親に感謝しないとな。いい感じだね。いい感じだ。40ですもん。嬉しいね。楽しいよ。楽しい。生きてるだけで幸せ。いろいろ考え、生きてること考えたらさ、幸せだよ、ほんと。
生きてるだけで幸せ。だからどうせ死ぬんだからさ、どうせ死ぬんだから生きてるだけで幸せ。上を見てもキリがない、下を見てもキリがない。自分の心を見てください。そんな感じです。でもね、まあ嘘だと思うとそれでいいですよ。思うのは自由だからさ、どうもねって感じ。小学生の頃写真はね、多分親が持ってると思うんだけど、僕知らねえな、僕。かるのかもしれないけど、見てね。あ、小学校のあれ、パネルしかないな、前見てた。2回行けばあるんじゃないかな。前見てた、小学校6年の時だね。同級生の男の子2人と並んだやつ。あれしかない、もうすぐ見せられんって。僕の行った小学校はさ、ああいうのは作ってくれたんだよね、パネルにして。卒業記念にって感じで。だから、あの写真であれ。そう、僕の行った野球大小学校だっけ？当時はそうだった。卒業記念にね、みんなにああやって来てくれたんだ、あそこ。捨ててはない、どっかしまってあると思う、どっかに。屋根裏にあるかもしれないけどな。思わない、そういう体の羽。でもいいな。40で幸せだ、僕はここまでいるからさ。幸せはどこにでもあるんだからね。それが分かんない人が不幸せなのかもしれないね。幸せというものはどこにでもあるからね。まあ、所詮、そんなもん、主観に過ぎないからさ。幸せとかもそう、かわいいもそう、かわいそう、そう、主観。どう思うか、その人次第だからね。それがわかんない人がさ、メンフェラとかってどうやってんだろうね、きっとね。売ったのか。しょうがだろうなって、これ。このガラスはそうだな、僕も。幼い頃のままだもんね、ここ。ここだもん。生まれたところ、ここ今僕いるところはね、庭だったんだよ、あれ。中庭になったの、あれ。いいね、中庭。塀に囲まれて。あまりにも狭いからさ、僕は小学校入るぐらい前かな。5歳ぐらいの時にここを、部屋に建て増ししたんだよね。すごい貴重家ですね。そうそう、サバカンさんどうもね、そう思うの思っていいからね、それはね。その人主観だからね。サバカンさんがそう思うの思っていいからね。ありがとうね。どうもねって感じです。思いたい人思っていいからね、どうもね。A さんもそうよ。そうなんだ、5000円で売ったんだ。僕は売んないな。思わない理由だからね、好きに思っていいからね。この軽いノリで。そうよ、人間だもん。人間だから寂しさもどっかにあると思うんで。それあって当然だよね。今日はこの辺で終わるね。じゃあ、皆さん遅くにありがとうね。おやすみなさいね。明日、夜が明けて土日に散歩に行くんでね。電波が入ったらライブ配信しますんで。おやすみなさい。またね。じゃあ、最後は今夜はこの歌で締めたいと思います。今夜はこの歌で締めようか。この歌。
なたのことが好きなのに、私にまるで興味ない。何度目かの失恋の準備。イエイエイエイ。周りを見れば大勢の可愛い子たちがいるんだもん。地味な花は気づいてくれない。イエイエイエイ。カフェテリア流れるミュージック、ぼんやり聞いていたら、知らぬ間にリズムに合わせつま先から動き出す。止められない、今の気持ち。カモン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 ベイビー、占ってよ恋するフォーチュンクッキー。未来はそんな悪くないよ。へへいへい。月を呼ぶには笑顔を見せること。ハートのフォーチュンクッキー。運勢今日よりも良くしよう。へいへい。へいへい。人生捨てたもんじゃないよね。あっと驚く奇跡が起きる。あなたとどこかで愛し合える予感。あなたにちゃんとこう送りたい。だけど自分に自信ない。リアクションは想像つくから。イエイエイエイ。性格いい子がいいなんて男の子は言うけど、ルックスがアドバンテージ。いつだって可愛い子が人気投票1位になる。プリーズプリーズプリーズ、オーベイビー、私も見て恋するフォーチュンクッキー。そのからさあ壊してみよう。へいへい。先の展開神様も知らない。涙のフォーチュンクッキー。そんなにネガティブにならずに。へい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 。世界は愛で溢れているよ。悲しい出来事忘れさせる。明日は明日の風が吹くと思う。カモン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 ベイビー、占ってよ恋するフォーチュンクッキー。未来はそんな悪くないよ。へいへいへい。月を呼ぶには笑顔を見せること。ハートのフォーチュンクッキー。運勢今日よりも良くしよう。へいへいへい。へいへいへい。人生捨てたもんじゃないよね。あっと驚く奇跡が起きる。あなたとどこかで愛し合える予感。はい、今夜の最後はね、恋するフォーチュンクッキーでした。ではまたおやすみなさい。ありがとうね。また明日ね、おやすみね。ハゲのメモリー、また今度ね。ではまた。ではまた明日ね。皆さん遅くありがとうね。終わって、じゃあ最後オーラスはこれ行こうか。オーラスはこれ、しばりさんのこの歌で見ようか。ひばりさんの東京キッド歌ってみようか。歌も楽しいや、東京キッド。生きておしゃれで、ほがらかで。右のポッケには夢がある。左のポッケにはチューインガム。空を見たけりゃ、ビルの屋根、潜りたくなりゃ、マンホール。歌も楽しいや、東京キッド。泣くも笑うも、のんびりと。金は一つもなくても、フランス香水チョコレート。空を見たけりゃ、
ビルの屋根潜りたくないや、マンホール、歌も楽しいや、時々どでも自慢で、喉自慢、いつもスイング、ジャズの歌、踊る踊りやしたバーグ。空を見たけりゃ、ビルの屋根、潜りたくなりゃ、マンホール。ではまたこの辺で、今夜は最後は、みぞらしばりちゃんのね、盗聴器でした。ではまた。